はい、どうもこんにちは。今回ですね、まあ前までその、まあ、漁師結びであったりとか、いろんなそのリング、まあ、ルアーとかサルカンとかの、まあ、リングに対して、まあ、結ぶ結び方っていうのをいろいろ、まあ、3つぐらい紹介させてもらったんですけど、今回は結構ね、難しいと思われてるその P ラインとショックリーダーの直結の結び方、まあ、あの括弧に、あのハピソンのラインツイスターとかで、まあ、ちょっと 電気の力、モーターの力借りて、まあ、半分ぐらい自動でウィーンってこう結べるやつのやり方は紹介したことあるんですけど、まあ、いざね、あんな道具現場にないよという人もいるし、まあ、現場でも FG ノットまではちょっと難しいかなっていう人も多々いると思うんで、今回どんな現場でも簡単に P ラインとショックリーダーを連結できる、まあ、いわゆるもう10秒結びとかなんかいろいろインターネットが書かれてるんですけど、まあ、10秒で簡単に連結できますよっていう結び方を今回、紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、では、今回その、まあ、これが、ショックリーダーとこの P ラインの、まあ、直結のすごく簡単に誰でもできるやり方を、やっていきたいと思います。ではまずショックリーダーをこう伸ばします。はい、である程度でショックリーダーをこう2つに折ります。はい、こういう状態ですね。で P ラインの支線をこう持ってきます。はい、で今、ショックリーダーの、折り曲げたので1本目、でここは2本目だとします。で持ってきた P ラインが3本目、この 1,2,3 本を P ラインで、巻きつけていきます。はい、じゃあここを束、3本を束にして、はい、では巻いていきますね。はい、1回で約10回、巻き込んでください。2回、はい、はい、10回、はい、で10回、巻き込みましたら、次にですね、最初にあのショックリーダーを2つに折った時にできた時のこのリング部分の中に、P ラインのこの先端を入れ込んでください。はい、このように、はい、でこの状態で一旦ちょっと締めていきます。はい、で P ラインの、先端と P ラインの大元の線と、ショックリーダーの先端とショックリーダーの大元の線をぐーっと引っ張っていきます。はい、こんな感じになります。はい、はい、で最後にまあちょっともうこれでも十分あの結束力は今あるんですけど、これにさらに追加でこの P ラインの先端を2回ハーフピッチで結びます。はい、はい、はい、であとはこの余った線ラインを、切れば P ラインと、ショックリーダーのこの連結ができます。まあ大体慣れてきたら本当に10秒ぐらいで結べちゃうんで、ぜひ皆さん試していってください。はい、はい、まずですねショックリーダー、ショックリーダーの方を、まあ、これぐらい 7,8 センチですかね、折り曲げていただいて、こういう2本の線になるようにしてもらいます。はい、はい、そこに、P ラインで P ラインを後で巻き込むので、ちょっと先端を少し長めに取っておいて、はい、この今2本こさえてるところに3本目の線として、はい、しっかり固定します。これで今ここに 1,2,3 本のラインがあります。このラインを、この P ラインのこの先端の方で、巻き込んでいきます。約10回ぐらい巻いてもらったら大丈夫です。2
い、10回巻いていただいたら最初に作った、ショックリーダーのこの輪っかですよね。この輪っかの中に、この B ラインの先端を入れます、はい、で入れてこの B ラインの大元の長い線と、あの先端を両方しっかり持ってこっちも、ショックリーダーの先端と大元の線を両方持ってこの2本ずつでぐーっと引っ張って締め込みます。でここでちょっと濡らしてあげると滑ってあの結びやすいです。でぐーっと締めていきます。はい、このように10巻きぐらいだとこれぐらいの束になると思います。はい、もうこれでほぼほぼ抜けることはありませんけど、最後の締めにこの P ラインの方ですね、ハーフピッチで2回組みます。1回、2回結んでこの P ラインの先端部分をカットします。同様に、ショックリーダーの方の余った方の線もカットします。はい、これで P ラインとショックリーダーは固定されました。こんにちは。はい、今回のやつはショックリーダーと P ラインを結ぶ、これちょっとね、まあ簡単なやつやけどね、苦手。苦手機械使ったやつもだいぶ手こずりました。だいぶ手こず、だいぶ苦手。船の上じゃちょっと無理かも。やったことほんまにないかも、うん、ちゃんと一回昔やってスポン消しまくってジンを20個ぐらいに消したことがあるんでちょっとトラウマなんですまあちょっとできるかわからへんけど、まあ一応簡単な部類、一応10秒ぐらいで慣れたらできるよっていう。10秒でできたらだいぶ、絶対も嘘それは10秒ってめっちゃ早いからはい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、やってみます。どう、ショックリーダーを折る、から PE を輪っか側に向かって巻くっていうのがちょっと混乱した気がします、うん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 、合ってるかな、合ってる合ってる10回、うんうん、で、あれね、できたらハーフピッチ、いわゆる肩結び、玉結び、玉結びって言わないですか。関東出身の兄ちゃんよく恵子ちゃんは関西弁と関東弁でそんなも知らんのとか言って掘る、なんて、あー捨てるのことですか。あ、そう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 、あー言わない、なんて言ってる間にできましたなんて言ってる間にあっさりできましたね。なんて言ってる間にこんな感じ。あ、すごい、綺麗にできてます。ありがとうございます、うん、いやえこれ、結構簡単にできてるよね、うん、はい、こんなもんですか。全然十分綺麗です。大丈夫ですか。やったー、これ習得できたの大きいかもしれないです、うん、本当に世間話してる間に世間話しながらできるなんて機械使ってた時はね、もう真剣にそこだけを見つめてやってたのに。はい、はい、よし、できたできた。簡単に結べる方でした、まあ、練習すれば10秒も夢じゃないかも。いけるかな、うん、ちょっとやってみたいな。はい、はい、じゃあ習得です。はい、ほんまに簡単やな。うん、簡単。